はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はサイコパスについてお話をしていこうと思います。まあ、意外とね、こう、カバードアグレッションとか、そういったお話をね、させてもらったら、なんか、地味に再生数が伸びてってる部分があるんですけど、まあ、それとはまたちょっと別の切り口でね、サイコパスについて今日はお話をしていこうというふうに思います。で、サイコパスって、まあ、いろんな種類がある中で、役に立つサイコパスと、なんか役に立たないサイコパスっていう気質があるそうなんですね。サイコパスが役に立つって一体何？っていうお話なんですけど、まあ、これは人間関係とか職場においてっていう部分になっていきます。サイコパスっていうのは大きく言うと2種類あるんですね。で、役に立つサイコパスと、まあ、役に立たないサイコパスの2種類がありますっていうことなんですけど、これはじゃあどうやってその役に立つサイコパスと役に立たないサイコパスっていうのを切り分けて考えていくのかっていう、まあ、見分け方どうしたらいいんだっていうお話なんですが、実験を行いました。シンプルにですね、性格テストでサイコパス診断っていうのを行って、その上で職場での周りの評判とか、周りから見た時のその人のパフォーマンスっていうところまでをチェックしていきます。で、その結果どうなったかっていうと、一時的サイコパスっていうものと二次的サイコパスっていう、この二つにサイコパスが分類できるなっていうのが結論としてたんですね。じゃあ一時的サイコパスって一体何かっていうと、大胆不敵で恐れを知らないと。だからいろんなことにチャレンジをしてくれるタイプなんですね。で、かつ、結果がどうなろうと自分の人道を貫く、ナルトかっていう話なんですけど、ナルトではないですね。ナルトではないんですけど、まあ、仕事のストレスにも強いですよね。だからナルトとかでも、こういろんな困難とか自分よりも明らかに強い敵がたくさん来る中で修行を貫いて、で、俺の言葉、まず俺の人道、なんか自分の言葉はまっすぐ曲げねえみたいなことを言って戦っていくわけですよ。まあ、そういうタイプなんですね。だから最後まで仕事を任された仕事とか自分でやるって決めた仕事とかをやり遂げていく力が強いから、周りからも頼りにされる存在っていうことは、ある種その貫くんで、なんか周りがやめろよって言っても、いや俺はやるんだって言って貫いていくんで、まあ、確かにサイコパス気質ではあるんですけど、頼りにされるんで、これは役に立つサイコパスだというところなんです。で、続いて二次的サイコパスはどうかっていうと、これは自己中心的で衝動的なタイプなんですね。もうとにかくわがまま。もう自分のもう意見が通らなかったらわめき散らすみたいなね。もうダダをこねるみたいな感じです。で、コントロールが効かないばかりだったらいいんですけど、もうほっとけばいいんですけど、他人のこと深く考えないんで害しかないわけなんですよ。だから、チームワークを乱すんで、周りからめっちゃうざいやつって思われちゃうんですよね。これは役に立たないサイコパスっていうことなんですよ。だから、一時的サイコパス、二次的サイコパスっていう話になってくるんですね。で、そもそもじゃあサイコパスの特徴って一体どんなものがあるのっていうと、こんな感じなんですよ。自己中心的で無責任なんですけど、魅力的で自信家っていうところなんですね。で、周りを巻き込むことができれば役に立つし、面倒しかかけなければもう役に立たないっていうところなんですよ。だから自己中心的で無責任に止まっちゃうのが二次的サイコパス。で、魅力的でかつ自信家なのが一時的サイコパスっていうところなので、まあ、果たして周りにとって魅力的に見えるかどうかっていうのが、まあ、サイコパスにとっていいか悪いかっていうのが決まっていく重要な判断材料というところですね。じゃあ、そんな二次的サイコパスに巡り合ってしまったら、一時的サイコパスだったら、なんかもう、ほっといても勝手に成果出してくれるし、仕事もぐんぐんぐん進んでくれるし、なんか気づいたらめっちゃすごい成果出してくれてるから、もういいやってなるんですけど、二次的サイコパスって、諦め癖がすごいし、もうなんか全部周りのせいにしてくるしって、めちゃくちゃうざいわけなんですよ。そんなサイコパスにぶち当たってしまった時に、あなたが損をしないために、どう対策をしたらいいのかっていうことをご紹介していきます。で、最初に言っとくと、サイコパスの中でも今言ったように一時的サイコパスっていう存在もいるわけなので、全員が全員反射的な行動を取るわけじゃないんですよ。まあ、恐れを知らないっていう意味でいくと、一時的サイコパスなんかをピックアップすると、自衛隊とかライフセーバーとか、それから医者とか消防士みたいに人命を助けるっていう職業も含まれているんですよね。彼らはサイコパスではなくって、職務を全うするために時に非常な決断をすることがあるということなんですよ。で、その非常な決断をし続けてしまったがゆえにも、しまったっていうか、し続けることで、ある種サイコパスの気質が芽生えていくと。だって自衛隊なんかでも、例えば土砂災害が起きます。で、土砂災害が起きたら家が埋もれて、その中に住んでいる人たちが土砂の中に埋もれてしまいますと。そうなった時に誰を助けるかってなったら、
残念ながらやっぱり事実として亡くなっているであろうと予測される人は後回しにされちゃうわけなんですよ。じゃなくって家の下から声が聞こえるとか動いているっていうのが確認できて、今助ければ助かるなっていう人たちを優先的に自衛隊は判断しなくちゃいけないわけなんですね。ライフセーバーとか医者なんかでも助かる人命をどうするかとか、消防士なんかでも燃えている中で助けられる人を、まあ、家の中に入っていったりとか、はしごを伸ばして救助したりとかするわけなんですよね。そういう人命がかかっている仕事をする人たちっていうのは、どうしてもそういう、もう危機的な場面に直面し続けることによって、サイコパス気質っていうのが自然と身についていってしまうというところなんですよね。でもこれってじゃあ、二次的サイコパスみたいに人命助けるのってうぜえなってなるかっていうと、めちゃくちゃ助かる仕事じゃないですか。もうその人のおかげで、もうなんか第二の人生歩むことができましたくらいな感じになるんで、こういうのは必要なサイコパス。で、じゃあサイコパスの種類分けっていう話をすると、一時的サイコパスになるのは周りに対する社交スキルを身につけた時だけなんですよ。だからコミュニケーションを取っている中で不快なのか快なのかっていう、そのつまり不愉快にさせてくるような場合なんかっていうのは二次的サイコパスだっていうふうに判断してしまって付き合わない方がいいというところです。めちゃくちゃ簡単ですよね。そう考えると、あなたに自身にとって害がある存在なのかそうじゃないのかっていうのが判断基準になるのであれば、サイコパスに限らず人付き合いの有無っていうの部分では、あ、この人とは付き合おう、この人とはもうおさらばしようっていう決断をしやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、そのあなたにとって害があるかないかっていうのを判断基準にコミュニケーションを取っていく中で気をつけなくちゃいけないのが、二次的サイコパスって時々暴走するんですよ。こいつら人に関心がないし、どうなろうと全然自分には問題ないよ、関係ねえよって思うくせに、自分がほっとかれるとめちゃくちゃ逆ギレしてくるんですよね。で、そんな暴走になった時に、サイコパスとして余談なんですけど、二次的サイコパスの気質がさらに最悪なのが、ナルシスト、要は、なんか、実力もないくせに自信だけある。自信家っていうのは実力もあって、自分にその自信があるっていうことが、両方とも認識できてるっていう状態です。ナルシストは自信だけあって実力がないクソ野郎みたいな、言葉悪いか、まあ、ダメなタイプの人ですね。で、マキャベリズムとかっていうのが加わる。これは支配欲っていうところですね。っていうのが加わってくると、皆さんに対して匿名で誹謗中傷とかするような行動になっていく可能性っていうのが非常に高いです。ただ、こういう人たちっていうのは安心してほしいんですけど、性格がそうさせているだけであって、意外と実物は本人の前で何も言うことができない、おどおどして手を、なんか指をいじ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 してて、何も言えなくて、おいって声かけるだけでビクーって跳ね上がるようなひ弱な人間が多いというふうになってますんで、我々は強くたくましく堂々と生きていっていけばいいんじゃないかなというところです。ということで、今回はサイコパスの見分け方、サイコパス2種類ありますよと、一時的サイコパスだったらあなたにとっていい存在ですけど、二次的サイコパスはもう害でしかないんで、お付き合いをどんどん断っていきましょうというお話をしてまいりました。ということで、本日の動画以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。